カードが挿入されました。パーツどちらへ行きましょうか。そうすると、まあ、ちょっと音声があれですけど、自撮りができるんですね。これがやっぱ最大の特徴ですよ。前面に配置された、ちっちゃいモニターで、自分自撮りしてる時の自分の構図を確認しながら撮れると。これ最高ですよね。まあ、僕はそのなんていうかな、特にその GoPro さんとね、こう比較してどっちが優れてるかみたいなことは特に興味がなくて、適材適所でしょうと。僕の用途としてはやっぱりそのジムニーに車体してこういうドライブログを撮るというのがまあ主な使い方なので、 GoPro さんに前面の投稿動画を任せて、でオズモアクションさんには自撮りのこのソースを任せるというような使い分けがいいんじゃないかなと思ってるんですよね。朝ごはん食べたいんですよ。朝ごはんが食べたいんですけどもね、ちょっとこれ田舎なんでね、ちょっと車のエン
ジン音とか結構ボン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 言ってたんで、マイク外しました。内蔵マイクでの収録です今ね。これいかがでしょうか。こっちの方がいいかもしれんね、車の時は。もしくはピンマイクつけて自分の、首元だけの音を拾うような設定の方がいいのかもしれないですね。長竹さんサロットね。長竹さんサロットっていうのはもう俺がこのジムに分かってから、初めて行ったノロロジキャンプ場の時にの動画でねめっちゃ出てきたんですぐ覚えてしまいましたけど、今台風でノロロジキャンプ場今もう壊滅状態になってて、今すごい頑張って復旧作業してるみたいですね。時間があれば僕も復旧作業手伝いに行きたいなみたいな気持ちがあったんですけど、まあ僕みたいなど素人がいても足手まといなら泣きたるからちょっと控えますけどね。冷やかすわけじゃないんですけど、ノロロジキャンプ場って言ったら僕本当大好きなキャンプ場なんで気になるっていうことですよ。気になってるだけなんですけどね。ノロロジキャンプ場の上の吊り橋ですね、これね。こんな感じ。ここが全部へこんでもとるわ。マジか。あ、オーナーさん電気ついてるからおるんやね。ここ崖になってもてる。うわー、川の形がもうごっそり変わってもらえるわこれ。そういうことか。奥に俺がソロキャンプした場所ももう完全に崩れて下に落ちてしまってるな。こんなことなんや。いやー、なんていうかやるせないなぁ。早く復活してほしいなぁ。何もできない自分が悔しいですよね。DJI オズモアクションに、外付けマイク、これも DJI 純正のフレクシマイクですね。このオズモアクションで自撮りをするとき、このフレキシマイクをつけてしまうとですね、マイク自体はこの本体の後ろ側に抜けてるんですね。こっち向いてくれてないんですよ。でもフレキシマイクなんで、ぐっとこの胸元の部分をこっち側にひねってあげればこっち向くんですけど、これでもいっちゃいいんですけど、ちょっとね、これどうせやったら上にこうぴょってこう、上にマイクがぴょって出てくれてたらやりやすいのね。上か横か。うん。で、まあ音声を、収録してみてますと。で、今さっきちょっとジムニーにこれを車載してですね、ドライブ動画撮ってきたんですけど、この外付けマイクプラスフレキシマイクの設定ではなんかこうボー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 エンジン音のね、その振動みたいな音がボー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 入ってしまってちょっといけてなかったんですよ。多分ね、まだ使い始めたばっかなんでちょっとよく分かってないんですけど、色モードは HDR 動画というモードと、それから、普通の HDR じゃない普通の動画の中に、ノーマルカラーと D シネライクっていうのがあるんですよ。で、僕はどっちにしたって動画を出す前っていうのは絶対色補正っていうのをするので、だったら D シネライクで撮っておいて後でくっきりはっきり自分の好みの色に仕上げた方がいいのかなと思ってます。 HDR 動画になるとなんか
4K が 30p までしか撮れなかったり、その結構売りの機能であるロックステディ、手ブレ補正が使えなかったりとか、そういう制限があるので、まあ HDR 動画よりも僕は、D シネライクから色を自分で作っていくというような使い方がいいのかなと今のところは思ってます。あのティルターのこのケージはいいぞ、これはいいぞ。ここをこうしてスライドアップね。で、オズモアクションを入れて戻すと。ピギーテックかなのこの足ね、ここにここをひねってロック、ここ素晴らしいね。こうするとこれいけますよと。ロードのビデオマイクロアクセサリー集が上とそれから横にもある。横にはこの4分の1ネジも切ってあると。このビデオマイクロの風防、このモフモフをつける場合は横ですね。こうしないと多分あのカメラの前にこのモフモフがかぶってくる。でケーブルでこのマイクアダプターをつけてやるんですけど、ジャック自体は後ろ向いちゃうんで、このケーブルで下にこう、これで完全な、ビデオブログカメラになりましたね。これで収録してみよう。収録開始。あ、写真になってる。写真じゃねえよ、写真じゃねえんだ、動画。はい、これで収録開始。あ、もう操作性めっちゃええ。操作性はすごくいいですね。はい、オズモアクションに、外部マイクアダプターを介してロードのビデオマイクロっていうのをつけてます。この画角にはこのモフモフね、ここまで来ると見えるけどモフモフ被ってないですよね。これは、ティルタのアクションケージの恩恵によるところは大きいですね。これでどうですかね。これで音声がめっちゃ綺麗に撮れたらすっげえいいなと思うんですけど、完全に今逆光なんでよいしょ、伸びますよと。で、ちょっとこここうしてこういう風にすれば、自撮りカメラ、自撮りができます、自撮りができます、という感じですかね。うん。オズモアクション。いいじゃないの。すごくいいと思うけどね、僕は。まあ、これからアクション回も欲しいっていう人はね、まあ、結局二手に分かれると思うんですよ。まあ、ついこの間、GoPro Hero 8がね、発売したばっかりですし。まあ、どっちか言うと今話題のそっちが欲しいかなって思ってる人が多いんかもしれないですけどもね。まあでもこのオズモアクションの方も、どん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 その GoPro に負けじと、アップデートを繰り返したり、それからいろんなオプション品とかサードパーティー製のね、アクセサリー品がいっぱいリリースされたりして、オズモアクションもまだまだこれから使っていけるのかなと。で、特にどんどん今ね、販売価格が安くなってきてるんですよね、オズモアクションっていうのは。だから、まあ、選択肢としてね、ないわけではないなと。いや、むしろありかなという感じがします。僕はね、やっぱ、まあ、GoPro Hero 8は別に今回はいいかなと思ってて、というのは、Hero 7がね、めちゃめちゃ優秀で、まだまだガンガン使えるんで、Hero 7と、でこの、オズモアクションと合わせて使うような、そんな感じで考えてます。僕がアクションカムを使うっていうのは本当ね、ジムニーに吸盤でくっつけて旅動画、ドライブ動画を撮影するぐらいのもんなんでね。そうするとやっぱこのオズモアクションのその前面ディスプレイに、自撮りした時の自分の構図がこう確認できるっていうのはすごく熱いんで、でこっちに自撮りをさして、で、表に向けて風景撮るのを GoPro に任せるみたいな、そんな感じがいいのかなと思ってます。以上、ギュイン徳川の DJI オズモアクションの到着でございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。